皆さんこんにちは。いすみ市商工会の庄司です。今回はですね、いすみの魅力発信ということで、七国山のオーナーであり、大原駅近くの民芸品店である北斗社の経営者でもある松村さんにインタビューさせていただきたいと思います。松村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今七国山に来させていただいてるんですが、まあ、そもそも七国山というネーミングってどっから来てるんですか？そうですね、この七国山って名前はですね、うん、僕の親父が国字という名前でして、まあ、七色の使い方ができる山、七色の使い方ができる国字の山で七国山っていうネーミングにしたんです、うん、現段階ですでに七色の、つまり七種類のアトラクションができる、そういう意味ではなくて、うん、まあ、ここは今、民泊をやっているところなんですけれども、うん、例えばここで、まあ、ここはちょっとした山の中腹にありますから、うん、山の上のミニマルシェができたらいいなだとか、山の上の小さな音楽会ができたら面白いだろうなとか、うん、まあ、あとは今ここではアトラクションとして餅つきを宿泊者の方がやってくださったりするんですけれども、うん、餅つき大会みたいなのが やれたらいいなとか、うん、まあ、そういうことで、まあ、少しコミュニティチックなことを交えたアトラクションがここでできたら面白いなっていうことで、うん、まあ、七色の七っていうのをつけてるってことですね。この僕が松村さんのこの七国山がすごくいいなと思うのが、その体験型のコンテンツの体験のさせ方がね、はい、ここらしさっていうか、いすみらしさっていうか、文化があるんですよね。だから餅つきもちゃんと臼と杵を使ってついていって、はい、でそれをいろりで食べるとか、そういう形の体験を提供してるわけですよね。そうですね、まあ、テーマとすれば、まあ、日本って昔から家の中に火のある生活がありましたから、うん、まあ、火のある暮らし、うん、例えばそれは何かって言ったら火鉢で暖を取るだとか、うん、まあ、もちろん焚き火もそうですけれども、ここは 外でこたつに入ることができるんですが、うん、そのこたつは電気こたつじゃなくて炭火の安価を使った、まあ、火を使ったこたつ、うん、まあ、あるいは最近キャンプで流行っているような炭火の安価、豆炭安価、うん、あれを体験していただくだとか、はい、まあ、そんなような体験コンテンツをちょっと揃えてあります。素晴らしいですね。もう本当に贅沢 でしかも綺麗なんですよね。でその綺麗っていうのもプラスチックとかじゃなくて、本当に丁寧に磨き上げられた昔ながらの古民家のような空気感が漂っている場所 で本当にね、こまめにもう食器一つ見てもこだわったり磨いたり、ものすごくね、ホスピタリティにあふれてる空間になってますよね。まあ、利点があるとすれば、僕はここの敷地内に住んでるということ、うん、離れにね、離れにご家族で住んでらっしゃるんで、うん、でも泊まる側もちょっと安心ですよね。そうですね、まあ、もしかしたら中にはこう同じ敷地内に誰もいない方がいいっていう方もいらっしゃるかもしれないけれども、うん、まあ、僕が思う、ここなりのサービスというのは、うん、焚き火一つ起こすのだって時間がかかるじゃないですか、うん、せっかくここに入れる時間は12時間かそこいらなのかもしれないのに、うん、そのうちの1時間や2時間がパッと潰れちゃう可能性だってある、うん、まあ、それをエスコートできるのはサービスの一つかなと思ってます。ここはもう癒されに来ると、ゆっくりこの土地の中でですね、敷地の中で活動するっていうよりは、ゆっくり時間を過ごすために最高のね、シチュエーションになってると、そのように考えていらしていただけたらなと思います。松村さん的にはこの施設でどういう体験をしてもらいたいなって思ってるんですか？そうですね、お客さんに来ていただきて何をやっていただきたいかっていうと、それはもうゆっくりしていただくっていうことなんですよ、うん、ここに来て慌ただしく観光地巡りをするんじゃなくって、うん、まあ、ありのままのいすみを楽しむのが一番実際喜ばれているような気がします。ありのままのいすみっていうと、具体的にはどういう時間なんですかね、うん、それは例えばここに来てまず荷物を下ろして、うん、ここの周辺を散歩する、うん、
都会の方が田んぼを実際に見ることってなかなかないと思うんですけれども、うん、田んぼの周りの小道をゆっくり歩くと、うん、稲穂の匂いってするじゃないですか。あ、まあ確かにね。お米の匂いでもなく、うん、その花のかぐわしい匂いじゃなく、うん、稲穂の匂いですよ、うん、嗅ぐと、うん、すごく感動するんだと思うんです、うん、実際気持ちいいって言ってくださってるから、はい、でそういう風に散歩をしてくる、うん、散歩してくる間に鳥の鳴き声が聞こえる、うん、カエルの鳴いてる声がする、うん、遠くで人の喋ってる声がする、うん、犬の鳴いている声がするだとか、うん、なんかそんな日常ですよね、うん、そうするとそれがここに遊びに来る 方にとっては非日常なんですよね、うん、で戻ってきたら寒い季節であれば火鉢で暖を取る、うん、薪ストーブの炎を眺める、うん、外でお風呂に入って星空を見る、うん、思わず流れ星が流れたのを見て感動するとかっていう、うん、まあ、その日常なんだけれども来る人にとっては非日常感、うん、それに加えて車で数分あるっては10分か20分ぐらいのところにある、うん、田園風景に囲まれたカフェだとか、うん、チーズ工房だとかブルーベリー農園だとか、うん、まあレストランもそうだし、うん、産直所もありますよね、うん、あるいは、ここの近くにあるんですけど酵素風呂屋さんだとか、うん、まあ、こういう、こう何気ない僕らの日常感にありふれている場所が、うん、行って見て味わって体験するだけで非常に喜ばれる、うん、まあ、そういうのやってもらいたいですよね。いすみって、うん、海と里山、山と、うん、それからその間に田んぼと、うん、池とか沼とか、うん、こう結構コンパクトなエリアの中に、うん、いろんな風景が詰まってるんですよね、うんうん、でしかも都会からのアクセスもいい、うんうん、だからコンパクトな中にいろんなものが色とりどりに、まあ、自然に配置されてるっていうのが、うん、これいいところだと思うんですよね、うん、だそれをね、なんかこうお伝えできたらすごく喜んでくださるんじゃないかなと思いますね。里山って純粋な自然じゃないわけですよ、うん、この自然の中でどのように共存して食料の生産性を高めたりだとか営みをより心地よくしたりだとか生業をどうやってより合理的にしたりとかっていうのが自然との折り合いのつけ方が里山なんですよね。本当に毎回七国山さんに来るたびにそれをちょっと思い出すなと。でそれを多分松村さんはいすみらしさを体感できる場所っていうことで表現してるんじゃないかなって思います。あとは海外の方の利用も増えてるって聞いたんですが、何かエピソードとあればちょっと教えてください。そうですね、まあ、ここを始めた時に海外からお客さん来るとは、まあ、みじんも思ってなかったわけです。やっぱり去年の暮れあたりインバウンドが解禁したあたりから、うん、急に来始めた感じ。あ、海外の方が、うん、はい、その来ている国籍も本当世界から様々で、うーん、オーストラリア、うん、韓国、うん、中国、うん、マレーシア、うん、ブラジル、うん、アメリカ、うん、タイ、うん、チリ、へー、なんかもう本当さまざまな国からいらっしゃいますね。なんでそんなにいすみなのかって言ったら、うん、共通してるのは皆さんは日本旅行の初めにいすみに来ている、うん、おそらく日本旅行のアイドリングするのにちょうどいい中なんじゃないかと思うんですけど、なんかそんな感覚で受け止められてるのかもしれないですね。どの辺を海外の方は喜んで、うん、おそらく海外の方はいすみで何かを見たいわけじゃないんです、うん、皆さんがおっしゃるのは日本のこの街並みや、うん、自然や、うん、まあ、聞こえてくる音だとか、うん、それこそ匂いだとか、うん、全てが新しくて感動だとおっしゃるんですよ、うん、こんなん僕らの日常ではないですか、うん、だけど皆さん共通して言うのは美しい、うん、人が優しい、うん、まずこの2つは言う、うんうんうん、でこれって多分どこの田舎に行ってもそれなりに同じじゃないかと思うんですけれども、うん、おそらくはその空港から割と1時間半とかそこいらで来れて、うん、すぐ東京にも行けるっていうのが、うん、多分喜ばれ、その目につく要因なんじゃないかなっていう気がしますね。なるほど、はいはい、この地域はですね、給食も日本で初めて有機米を市内全小学校導入したっていうすごい地域でして、
有機農業にもものすごく力を入れて里山をやっぱりものすごく今大切にし始めてるんですよね。だからこそ生み出されてる空気感というか心地よさみたいなものをですね、一番やっぱり体験できるのはこの七国山だなと思いますんで、ぜひ、まあ、歩いてすぐ田んぼですもんね、ぜひお越しいただきたいなと思います。松村さん、本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。